皆さんこんにちは。本日は京都にやってきました。京都ならではの町屋の雰囲気の中で京料理も美味しくお酒が進みました。今日は京都で乾杯していきたいと思いますので、皆さんにも京都に行った気分で癒されていただけたら嬉しいです。裏道を通り石川さんに向かいたいと思います。京都らしい町屋の雰囲気です。おかず屋石川さんにやってきました。ビールで乾杯。メニューはこちら。1階はカウンターのみで、2階はお座敷になっています。全席喫煙可能のお店です。カウンターに並ぶおばんざいはどれも美味しそうで迷ってしまいます。とりあえず3つ頼みました。味噌風味のマヨネーズにホクホクのかぼちゃの甘みが加わって美味しい。生麩のもちもち食感がやみつきです。ピリ辛白滝炒めは結構辛い。シシトウのほろ苦さもあり、暑い夏にぴったりの一品です。甘めのあっさりとしたお出汁がちょうどよく具材に染み込んで、ほっこりする肉じゃがです。じゃがいもは程よく食感が残っていて美味しい。優しい気持ちになる肉じゃがでした。コリコリとした地鶏に九条ネギの風味が香る塩焼きは結構濃ゆめ。レモンをたっぷりかけるとさっぱりして美味しかったです。一品一品が少量なので、いろんな種類が食べられました。ごちそうさまでした。酒場と野菜イソスタンドさんに行きたいと思います。町屋を改装した高級感あふれる店内、天井も高く開放感があります。蒸気がキンキンで美味しい。京都産の野菜を使ったメニューがたくさんありました。こちらがお目当てのアジフライ。外はサクサクで中はレアなので、アジの脂と旨味がじわーっと味わえます。トマト風味の醤油は少しエスニック。お塩とレモンの組み合わせが最高でした。黒毛和牛は柔らかくて、噛めば噛むほど旨味があふれます。新玉ねぎと食べるとさっぱりして美味しかったです。京都の出汁はあっさりしていて旨味たっぷり、止まらない美味しさ。大根は柔らかくてじゅわっと美味しい出汁が口いっぱいにあふれて美味しかったです。2人前くらいの大きさでした。チーズ好きにはたまらない珍しいカマンベール巾着。チーズがとろっとろで美味しかったです。巾着が出汁をたっぷり吸っていて、これもじゅわっとなって美味しい。半熟卵は黄身がとろっとろ。お出汁に絡めて食べると最高でした。豚肉と九条ネギは相性抜群。柔らかい豚肉に九条ネギの香り、やみつきになる美味しさでした。ごちそうさまでした。製鉄ホテルプレジオさんにお世話になります。地下鉄四条駅と阪急烏丸駅から徒歩8分。賑やかな四条通りから少し入ったところにあるため、静かな環境でゆっくりと過ごすことができます。マッサージチェアがあり、旅の疲れがかなり取れ癒されました。コンビニも目の前にあり、ロビーにあるコーヒーのサービス、アメニティの種類も豊富で過ごしやすかったです。京都肉聖火サワー京宮古さんに行きたいと思います。1階のカウンターでは調理風景が楽しめます。2
2階は着物の生地が張り巡らされた天井がおしゃれ、テーブルでゆっくり過ごすことができます。メニューはこちら。ランチは3種類で聖火サワーが全てについてきます。聖火サワーは8種類の中から選ぶことができ、アルコールはありとなしが選べます。絵画のような美しいおばんざいランチ、一つ一つ丁寧に作られていて感動しました。大根は酸味が効いていてあっさりして美味しい。レンコンと肉味噌相性抜群、ご飯進みました。鶏ハムは柔らかくてジューシー。こちらは少しもっちりしていて甘くて美味しかったです。こちらの鶏は歯ごたえがあり、マスタードが効いていて美味しい。お豆腐はイクラがプチッと弾けてとろけて美味しかったです。京都で有名な八代目儀兵衛さんのご飯はもちもち、肉吸いも美味しかったです。ごちそうさまでした。アニエスベーカフェさんに行きたいと思います。祇園の花見麹エリアの京町屋をリノベーションしたおしゃれなカフェです。1階はカフェ、2階はショップになっています。店内は5時間待ちだったのでテイクアウトにしました。カップもおしゃれでインスタ映えします。京都らしい抹茶メニューを注文、甘くて美味しかったです。祇園キナナさんに行きたいと思います。キナナとは天然素材をふんだんに使用したきなこアイス、化学調味料保存料を一切使わず体にも優しいアイスです。卵を使用していないので卵アレルギーの方でも安心して食べられます。きなこと黒蜜のきななアイスにラズベリー、八つ橋、チェリー、マロングラッセ、ベリーソース、米粉クッキー、ティラミスの具沢山のパフェです。優しいアイスなのにしっかり濃厚で美味しかったです。きななハボンはきなこ、よもぎ、ごまアイスと栗、白玉、つぶあん、わらび餅、八つ橋と盛りだくさんのパフェです。きななアイスが3種類も食べられます。珍しいよもぎアイスはしっかり濃厚ですがどこかあっさりとしたアイス、白玉ももっちもちで和菓子好きにはたまらないパフェです。美味しかったです。ごちそうさまでした。高松さんに行きたいと思います。店内はカウンターとテーブル席、清潔感があり女性一人でも楽しみやすいお店です。長野県産石臼挽きを使用したお蕎麦のような細麺を使用したつけ麺、鶏と魚介の旨味が凝縮したスープにゴロッと角煮が入っていて麺がしっかり絡み濃厚で美味しいです。すだちや黒七味で味変すると止まらない美味しさでした。スープ割りで最後まで美味しかったです。ごちそうさまでした。市場浩二さんに行きたいと思います。店内は広々、窓側の京都タワーが見える席を予約するのがおすすめです。ビールはキリンとスプリングバレークラフトビールが3種類ありました。メニューはこちら。京鴨を名物とした京都料理と美味しいビールが飲める居酒屋です。低温調理で2時間煮込んで仕上げた京鴨はふんわりとしていて旨味が凝縮していてビールと相性抜群です。砂肝はニンニクが効いていてコリコリ食感がやみつきでした。
京都のおばんざい盛り合わせは孫は優しいに基づいて作られていて、体にも優しい9種類のおばんざいがこのお値段で味わえるおすすめのメニューです。万願寺はお出汁も凍っていてパリパリで美味しい。生麩田楽ももちもちでお味噌もうまい。少しずついろんなものが食べられて見た目も楽しいです。これだけで京都の味をたっぷり味わえました。ごちそうさまでした。京都旅行どうでしたか？この動画がいいと思った方はいいね、チャンネル登録、この動画を共有していただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。